よし、じゃあこのクエストに挑戦するか。今から？ちょっとに、じゃなくてキリト君、今日そろそろ夕飯の時間だよ。あっと、そうだった、今日は母さんも帰ってくるんだっけ。仲がいいなとは思ってたけど、やっぱりリーファとキリトさんって兄弟だったんだ。あ、言ってなかったんでしたっけ。あの、そうなんです、私が妹で。そうみたいだね。兄弟ってこんなに仲のいいもんなんだ。あれ、クレハは一人っ子なのか。あと、悪い、リアルの話を聞くのはマナイ。あ、うん、大丈夫よ、私も今聞いちゃったし、みんなのことは信頼してるから。私にはお姉ちゃんがいるんだけど、これがすっごく優秀な完璧なお姉ちゃんなの。へえ、そうなんだ。そう、すっごいんだから。家族だけじゃなく、親戚も先生たちも褒めない人がいないくらい。まあ確かに今でも似てないけど、私だってそれなりに成績もいいんだからね。そりゃああれだけ優秀な人と比べたら霞んじゃうのが辛いところだけど。ああ、私は私なりに勉強も部活も頑張ってるんだけどな。頑張るたびに言われる言葉は。さすがはあのお姉さんの妹さんね、とかですか。よくわかったね、リーファー。あ、ふふ、ぷっぷー、それはハズレです。私はさすがはあのお兄さんの妹さんね、なんて。はいはい、出来の悪い兄で悪かったな。気持ちが全然こもってない。ほんと仲がいいんだね。ここでそれを言います？うん、だってうちと全然違う感じなんだもん。私の場合は結構気を使うんだ、お姉ちゃんに恥ずかしくない言動をしなきゃって。そうなのよ。これでもね、悩みの一つや二つはあるんだから。でもちょっと意外でした。え？あ、すみません、変な意味じゃないんです。ここでのクレハさんってすごく元気でのびのびとしているように見えるから。ああ、確かに我ながらそう思っちゃったかも。現実のしがらみから解き放たれるのもこの世界のいいところだからな。そうね。そういえばクレハさんはあなたとお話ししてる時が一番解き放たれてるって感じですよ。それはそうかも。リアルではいろいろあるけど、こっちの世界では引っ越す前に戻って幼馴染のお世話を焼いてあげてるんだって考えれば、私が自分らしくいられる理由もよくわかる気がするわ。ありのままの自分でいさせてくれる幼馴染か、そういう存在っていいよな。ありがとう、キリトさん。リーファも気づかせてくれてありがとう。どういたしまして。